三ノブ町は山梨県南駒郡の町、国中地方に含まれる、日蓮州の総本山である、三ノブ山駆動寺が所在する門前町として有名である。また、千円紙幣や五千円紙幣に描かれている、逆さ富士は、三ノブ町の中の倉峠から、元スコ越しに撮影された写真がモデルである。旧三ノブ町画面上部は、 富士川三地下線古省級中富町級下部長級、美野部長級美野部長、県内一図、富岳36系美野部川浦富士美野部道から見る、富士山古代の立領成化では、富士川左岩が駒軍、駒郡河合合、富士川東岩は、八代郡河合,合に否定される。平安時代後期には、海の国各地で荘園が成立し、王の近辺には、 玉洋安元二年状に見られる、製薬飲料、飯野巻が成立する。鎌倉時代には、飯野牧内のハキ里に、甲斐、源氏の一族鏡氏の分流である、南部高校の子、ハ井実長が館を構える。実長は、道地の地頭になり、南部氏の河内支配の一端を担った。また、下山郷には、鏡氏の一族である、秋山光之の兄。 光木の子、下山光重が、帯金には同じく、鏡市の一族とされる帯金氏が入部するなど、町域では、鏡一族の影響が強い。鎌倉期の文芸11年には、八木実長の肥後の元日蓮が草案を構え、日蓮の草案から発展した、三野部三駆動寺は、甲斐、駿河方面における日蓮州の拠点となり、八木実長ら南部一族も帰えした。 南北朝時代には南部氏が欧州に入府し、河内地方には海守護、武田氏の一族である穴山氏が入府する。戦国時代には守護武田氏の勢力が衰え、海の国内では武田氏と有力黒人勢力との抗争が行われるが、穴山氏も河内地方における有力黒人として対等する。穴山氏は、信友紀に武田氏に侵入し、本拠を 南部から下山に移転し、下山間を築いて、河内支配の本拠とした。下山は下山間を中心とした、城下町が形成され、河内路の宿場が設けられ交通の用地としても、機能した。その後、穴山市は、新訓機に両国化された駿河江尻領を任され、支配領域が拡大し、下山は引き続き穴山寮の中心として機能する。 天正十年三月の織田、徳川連合軍の武田両信公に際しての君は、織田方に帰属し批判するが、上方にいたの君は、同年六月の本能寺の変に際して一気に襲われ、王子する。本能寺の変により、武田医療をめぐる天正人後の乱が発生すると、三河国の徳川家康は、家臣の岡部正綱を海へ派遣し、下山において、 菅沼城を築城された。穴山氏は、家康の庇護の下信君の子、勝千代が継承するが、天正十五年に、勝千代が死去し、穴山氏の河内支配は、終焉を迎えた。その後、支配領主は、徳川氏の支配、豊臣家臣の大名と変遷し、近世には、駒群西川治領の十三家村、八代に東。 川治領の十一家村が成立する。全村が幕府直轄領、交付藩領を経て、共謀九年に開一国が幕府直轄領化されると在方は三分大官支配となり、町域は上井田大官支配、後に市川大官支配となる。この頃は、美信山工藤寺の門前町が発達し、多くの参経者が訪れた。 山間部の河内地方は、米麦栽培が乏しく農館漁業が行われ、町域でも、カミスキアチョ、ミツマタ栽培が行われた。藤川流域の大野には、大野堤防が所在する。大野堤防は、石積みの堤防で、慶安2年以前に水害により破損し、本園寺と関係の深い奇襲徳川家により、修築されたと考えられている。主張国内仕様に、 通り商店街農業級中富町では、あけぼの大豆を用いた味噌と五合豆腐の生産が盛んである。旧暇部町では、愛鴨農法による農業が行われている。工業級美濃部町地域では、南天のドアメ、美信満洲、南天ワイン、美信湯葉など、主に食品加工の工場が多いが、旧中富町地域でも、西島橋などの伝統的工芸品の存在する。 商業三の山大学合併当時は町内に4校存在したが、現在は1校に集約されている。合併時点では8校あった小学校であるが、現在は3校に集約している。なお、統合にあたり、旧町域にこだわらず北部、中部、南部で統合を行っている。三の駅下部温泉駅中富、IC 路線バス高速バス高速道路。 国道主要地方道一般県道国道寺の桜アニメゆるキャンのラッピングが施された山梨交通の路線バース。ありがとうございます。